ははい、えー、皆さんこんこにちはリウマチの平野です、えー、今回は、えー、2014年ということで、えー、結構前になりましたが、えー、第16回日本コスト少々学会にて、えー、発表した内容を紹介いたしますタイトルは関節リウマチのコスト少々に対するテリプラチド連日投与製剤の有効性2年経過例での検討ということなんですが まあ、テリパラチド連日投与製剤というのは、まあ、先発品のフォルテオという名前の薬でありまして、えーえー、PTH 製剤と呼ばれるもので、えー、骨形成作用があ,あ,ある薬剤であります。えーまあ、あフォルテオが出た当時ですね、えー、結構お注目して、えー、たくさん症例を使いましたので、それをまとめてものであります。 まあ2年の投与期間がありますので、その2年と経過した例で検討したということであります。えー、まあ関節リウマチなんですけども、治療環境は MTX、そしてバイオ製剤、まあこの当時はまだジャック損害剤ありませんでしたが、そういうものが普及しまして、急速に進歩したということであります。しかしまあ、リウマチ患者さんの ADL 改善のためには解決すべき問題も多いわけでありましてその中の一つとしてはさまざまな合併症への対策中でもコスト少々への対策というのが重要なものの一つでありますテリプラチドレンジスト養成剤は投与後2年経過例も増加しておりまして実臨床での 治療成績をままとととめることも可能となってきてきおります、えー、症例ですけども豊橋市民病リウマチ科で、えー、デイリーテリパラチドを投与し2年以上経過した関節リウマチ33例女性32例男性1例でした患者背景は全例でまとめまして、えー、投与継続率と中止理由をまとめました そして、24ヶ月、完遂した症例が28でありまして、それらの骨密度の推移、そして、腰椎、大腿骨器異分のやむちの推移、そして骨対処マーカーの推移をまとめました。結果です。 えー、フォルテを開始時の患者背景ですけども平均年齢が72歳、えー、女性が32例で平均の BMI は20.7でした、えーまあ、こういった重症コスト少々症例はいろいろと機能障害が進んでおりまして、まあ、人工関節高齢なども多いわけでありますが身体障害者3級以上の例が81%とリウマチの利用期間も長くて20年であります ま、ステージは4が多くて、クラスは3が多いと。まあ、こういった重症例は、ステロイドの併用例も多くて70%でした。まあ、投与例のステロイド量は平均で3.9と少ないものではありました。えー、抗リウマチ薬は93.9%に併用しておりまして、MTX は約70%に併用されております。 バイオディーマードは42.4%に併用されておりまして、エタネルセプト、アダリムマブ、インフリキシマブ、トシーズマブ、アバタセプトがそれぞれこういった症例あります。WHO の骨折リスクを求めるフラックスですが40%でありまして、骨折の気温がある例が81%でした。平均の追体骨折数も2.1でありました。 骨粗鬆症の全治療としては、ビソーソーネートとビタミン D だったものが約50%、ビソーソーネートが21%、ビタミン D が15%、何もやっていなかったものが15%でした。PTH 開始時にビタミン D を併用していたのが約70%でした、えー。カプランマイヤーによる投与継続率ですが、あ 1>, 1年が約90.9%、2年が84.9%で良好でありました。まあ、中止例5例ですけども、硬、ま、膜、あ、外血腫、盲腸がん、1例、か離り性大動脈腫破裂でお亡くなりになっております。航空粘膜腐臭、硬膜下出血ということで、まあ、必ずしもテリプラチドとは関係ない理由が生じて、まああ、それを契機にですね、 まあ、患者さんとも相談して、まあ、ちょっと、そちらの治療が大変になったということもあるんですが、まあ、中止になったということが多いということになります。まあ、航空粘膜浮腫は、まあ、患者さんが副作用じゃないかといって、えー、そういう懸念があったので、中止したということです。腰椎 BMD の実数値の推移ですが、まあ、腰椎の方はこのように急収にですね、 6か月から上がっていって、24か月まで上昇を続けたと。そして、パーセントやむちですが、赤が70%以下、70から80が黄色、青が80%以上ですけども、このように80%以上の割合が急激に増えております。ベースラインですでに80%の方がおるわけですが、こういう方については、 えー、大腿骨筋肉部の方が低かったとそういった症例ということになりますそしてまあ1年目から2年目にかけても有意差を認めております大腿骨筋肉部ですが、まあ、こちらはもですねちょっと腰椎ほどではないですが緩やかにま上昇いたしております そして、まあ、1年目から2年目のところもですね、まあ、あ上昇幅はわずかですが、統計学的には優位に上昇しました。腰椎ほどですね、えーまあ、骨密度の上昇効果は見られませんが、それでもですね、えー、緩やかにこの70%以下の人たちは減っているということであります。えー、増加率で見ますと、黄色が腰椎。 そして、えー、大腿骨基部がピンクですが、腰椎の方は6ヶ月が7%、1年11%、最終的に12.5%と非常に、えー、骨量が増加しております。大腿骨基部も、まあ、腰椎ほどではありませんが、緩やかに増加しまして、1年で4%、2年で5.8%と、良好な上昇を示しました。 まあ特にですね、えー、腰痛については1年までがかなり上がって、その後緩やかに上がっていくと。まあ、大腿骨筋部は経過中、緩やかに上がっていくといったような傾向を示しております。骨代謝マーカーですけども、骨形成マーカーの VAP、PYNP、そして骨吸収マーカーの NTX と TRAP5B ですが、まあ、4つともすべてですね、投与後上昇をたしておりまして、 そして緩やかに下がっていくというようなあ経過を示しておりまして、えーまあ、急激に骨体社会転を上げて、それがだんだん2年にかけて、えー、下がっていくと、骨体社会転の速度が落ちていくというようなあ傾向を示しております。まあ、特に、えー、変化が大きかったのは b a p p r n p では6か月でありまして、 バップで56.8%、PYNP で384%と、まあ、特に PYNP での変化率が大きいという特徴があります。まあ、NTX と TrapIV は、NTX が12ヶ月でピーク、TrapIV も12ヶ月でピークということで、まあ、骨形成マーカーに比べると、ややピークの遅い傾向がありまして、この辺、アナボニックウィンドウと、 呼ばれるような早期のですね、えー、骨形成が多く見られる理由の一つかもしれません。PUNP、まあ、以外はですね、えー、平均で、えーまあ、2倍を超えるものはありませんでした。そして、えーまあ、どういった症例がですね、えー、効果が見られる傾向がある、高い傾向があるのかということを探るために、えーまあ、症例をですね えーまあ、あ24ヶ月の腰痛 BMD の増加率をもとに、その平均値で26例を二分しまして、平均値の12.5%よりも低かったあ群12例と、高かった群14例と、まあ、それぞれで低かった群は、えー、12ヶ月で平均5.2%、えー、高かった群は18.7%増加しておりましたが、これらのう患者背景などを比較をしました。 ま腰、あ、椎、海軍と上位軍なんですが、これはあくまでも増加率で見ておりますが、えー、これは BMD の計測値の推移なんですが、まあ、見ますと、まあ、あ軍艦に優位差はないんですが、えー、海軍というのは若干です、ね、でもともとや高めでありまして、そこからあまり増えないという傾向がありまして、一方、腰椎上位軍は、えー、開始時は低いんですが、急瞬に伸びていくと。 いうようなグループだということが分かりました。海軍と上位軍の患者背景の比較を行いました。年齢、リウマチの利便感、体格、あるいは薬剤、併用薬剤について、あとはリウマチの疾患活動性についてなどを比較しましたが、まあ、年齢でですね、えー、上位軍の方がちょっと高齢の人が多かったんですけども、 まあ有意差には至りませんでした。そして、えーまあ、骨折関連情報や BMD のー状態の比較をしましたがあ骨折歴とか垂体骨折数に差はありませんで、えー、開始時のお腰椎大体の BMD、まあ、海軍の方が先ほど言ったようにちょっと高い傾向にありましたが有,有意差はありません。 そして、統計学的優位差があったものは、まあ、6ヶ月の腰椎の増加率におきまして、まあ、この上位群は特に急激に上がっていると。でまあ、6ヶ月の時点で、あまりこちら、下位群は変化が少なかったということで、まあ、こういう優位差があったと。で腰椎をで分類した場合、大腿骨の変化は、まあ、若干、こっちの方が多いんですが、優位差はなかったということで、まあまあ、特にですね、えー 早期の腰椎の上昇の見られた場合は、そのまま24ヶ月も上昇率が高くなるということが言ってもいいんじゃないかなと思います。えー、あとは24ヶ月の大腿 BMD の増加率がですね、まあ、腰椎の高い人というのは、大腿骨も増えていたということであります。で、えー、コスタイシャマーカーがですね、 違いがないかということで、まあ、開始時、6ヶ月の増加率、6ヶ月の増加値においてですね、この2軍間でどこか目立った違いがないかということで比較したんですけども、統計学的に優意差は得られませんでした。同じことをですね、大腿骨筋部、トータルヒップでもやりましたが、平均値は5.8%でしたので、 ま、そこで11例、14例と分けて、海軍ではまあ、ま、0.4%しか上昇を見られる、中にはマイナスになった人もいたわけですが、そういう軍ですが、こちらは2年、フォルテをやった結果10、10%平均で上がりまして、多い人では13.4%上がった人もいたと。ま、この2軍間で比較を試みましたが、ま、こちらで見ても、 大体海軍の方が、ベースラインではちょっと高い傾向にあるんですけども、まあ、フォルテをやっても増えないと。一方、大体上位は低いんですが、まあ、このように緩やかに、えー、増えていくという違いがあります。えー、患者背景比較なんですが、まあ、年齢とか、併用薬剤、体格、リュウマチの状態ですけども、この中で有意差が あったのはベースラインの CRP 値でありまして、まあ、海軍においては CRP の値がわずかでありますが、統計学的には優位性があって高いということであります。まあ、炎症が高い人はちょっと増えにくかったということであります。あとはまあ身長がですね、P 値0.066ということで、まあ、身長が高い人の方が海軍に多かったということです。 えっとあとはまあ骨折歴、あるいは骨密度のところですけども、おまあこの辺は有意差ないんですが、有意差があったのは6ヶ月の増加率でありまして、まあ、大腿骨がよく増えた人は、まあ、大腿骨の BMD6 ヶ月時も非常に増加率がすでにいいんですが、まあ、大腿骨がいい人は腰椎もかなり増えているということでありまして、先ほどの え腰椎のいい人は、えー、大腿骨が必ずしも増えるわけではなかったと、えー。早期効果がいいわけではなかったということですので、まあ、早期効果を見るにはですね、えーまあ、このように、えー、大腿骨が上がる人というのは、腰椎もですね、えー、と関連していたということです。 24ヶ月の腰痛増加率もですね、この24ヶ月に大体上昇した群は、非常に腰痛も上がっていたということであります。コスタリシャマーカーですけど、開始時6ヶ月増加率、6ヶ月増加値ですが、ここにおいて群間に差は見られませんでした。考察です。 骨形成マーカーがフォルテオの効果予測因子であるという報告が、まあ、いろいろ見られておりまして、まあ、あいろいろお患者数とか対象患者、まあ、リウマチであったり閉経予告症いろいろなんですが、えーまあ、アウトカム、まあ腰椎が多いんですが、まあ、大腿骨頚部とかいろいろあるんですけれども、えーまあ、3か月とか1か月の PNP のお骨形成マーカーの変化が まあ、あ関連していると、まあ、評価は相関を見ておりまして、まあ、相関でやると優位、まあ、差が出ますが、まあ、あるところで群け検討すると優位、まあ、差はなくなるということで、まあ、非常に、まあ、相関はするんですけども、まあ、緩やかな相関ですので、まああ、外れてしまう症例も多いのではないかなと考えております。 ま、使用する、骨コス対処マーカーの種類計測時期も様々でありますし、まあ、相関係数も、ま、低いものが多いと。まあ、0.5ぐらいのもあるんですが、まあ、0.3とかですね。そのようなやつもあるということであります。まあ、弱い相関であるということで、なかなかま、コス対謝マーカーの変化のみでですね、予測するのがむ難しい例も多いということです。 まあ24ヶ月のそのォルテオ投与で b m d は増加し、特に腰椎が非常に上昇します。えー、腰椎では最初の12ヶ月、あるいは6ヶ月で特に著名に上昇しました。大腿骨筋 b m d は比較的緩やかでありましたが上昇しました。まあ、骨ス対射マーカーは骨形成マーカーと骨吸収マーカーともに著名に上昇して、骨代対射は高回転型に明確に移行しました。特に中でも P1NP が 上昇率が高かったとということであります骨形成マーカーは6ヶ月でピークになって骨吸収マーカーは12ヶ月でピークとなりましたフォルテオの治療継続率、ま、リウマチ患者さんで10日で通っている人ということですがについては良好でありました24ヶ月の腰椎 BMD 増加率の上位群の特徴は早期の反応性でありました 24ヶ月の大腿骨に BMD に増加する上位群の特徴は早期の反応性とともに CRP 値定値でありました。歯士の骨密度変化と RA の疾患活動性や機能障害程度、人工関節手術などは関連する可能性があるとお、まあ、推察しております。まあ、本シリーズにおいては早期の骨対射マーカーの変化は24ヶ月の BMD 変化率に影響し,なくしませんでした。 RA のコスト症ではコスタシマーカーの使用法に特別な配慮が必要かもしれません。YouTube チャンネルですが現在登録者277人と徐々に増えております。関節炎とあとこういったコスト少々に対する講演や研究を発表しております。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。